これは何、太田は天才、上田はかっこいいって、うん、これ何、誰が得点は、あ、小島さん、はい、まあその太田さんはネタも全部超えてらっしゃったんですよね。いや、ボキャブラは田中さんだよ。ボキャブラだけは田中さんなの。すいません、じゃあ結界結界結界全然もう、じゃあもう出だしから違うね。ごめんなさい、じゃあちょっと違います、違います、ね、そうそう、ボキャブラネタは田中さんだから、だけですよね、だけ。漫才は全部太田さん。漫才は太田さん。漫才でも太田さん。そうそう。ボキャブラは田中さん。ボキャブラはダジャレじゃない。はい、ダジャレってつまんないやつの方がうまいのよ。そんなことはないけど。30年。そんなことはないけどね。30年言ってる。だからボキャブラは田中は全部。そうですか。うん、じゃあこれやっぱり天才撤回。撤回。じゃあ上田さんはかっこいい。かっこいい？それもちょっと間違えてます、ね。いや、上田さんはやっぱりちょっとまみれてなかった気がするんですけど。まみれてない。まみれてない。めちゃくちゃ服はダサかった。ダサかった上田さんといえばダサいっていうイメージね。これはね。まあまあ本当若手芸人で一番ダサいブサイクって言われてましたから、うん、僕東京の若手で。それなんでなんですか？いや、そのままで。え？興味なかったんですか、お洋服に？いや、興味あったよな、うん、いい服とか着てた。そう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 。めっちゃブランドの T シャツで、パッと見たら、うん、ここにワイングラスがあるんですよ。ね、でワインがついであるんですよ、うん、で背中パッと見たら、うん、飲み干したワイン何それ、これもう伝説、伝説、ね、しかもあのワインのところ、うん、あの絵じゃないよ、うん、ちょっとあのビニールみたいなんで水が入ってるいやブヨブヨして水が入ってるリアルで、これダサいなっすよ、これポール・スミスだよよく覚えてんねめっちゃ覚えてる、そうそう、だからなんかね、多分アイテム自体は別におかしくないんだけど、なんか組み合わせとかがおかしいんですよ。だから味噌汁とクロワッサン一緒にしちゃうみたいな、なんかことなんですよ。だってそのワインの時も頭チューリップハットだもんね。うん、あ、そうそう。チューリップ、そう。来て、あ、そうそう。だからなんでか、あのほら昔のさ、ボキャブラネタが今懐かし映像で出てきたりするじゃん。チューリップハットのままネタやったりとかしてんだよね。いや、せめてこの現場では脱げやみたいな話じゃん。服で V 字、服で撮ってね。ただ帽子をキャップをね、うん、後ろに。あ、後ろ向きね。雑誌の表紙でもキャップ後ろ。あ、そう。あの、そう。あの、その帽子後ろにかぶってピッチピチのジージャン。この辺のね。そうそうそう。ロビンマスクみたいなやつ。ロビンマスクみたいに。そうそう、確かにここまでのじいちゃんが、お、何ここの布盗まれたのみたいなさ、めっちゃ短い。しかもあのじいちゃんっぽいけど、じいちゃんの生地じゃなくて、あのジャージみたいな生地の短いので、なんで俺の服事情にそんな詳しいの。いや、めっちゃダサかってんの。あとな、リアルな犬の T シャツみたいなの着てなかった。あ、着てたな。レトリバーの。なんか、あ、違う違う、なんだ、ラブラドールレトリバーっていうなんかブランドがあって、それ自体おかしくないんだけど、全身それだから、お前犬何匹飼ってんのみたいな。え、帽子もトレーナーもジーンズも靴もみたいな。お前な、何匹いるのみたいな。多頭飼いすぎんねん。で、パッとリュック見たら、リュックにもるとラブラドールレトリバーだから、そんなのは、だまあ愛犬か、そう、愛犬か、愛犬か、愛犬かね。だから本当にかっこいいよ、大間違い、一番ダサかったし、だからかっこよく見えてたってこと。かっこよく見えてました。なんかまみれてないくって、でも当時そのネプチューンとかそのワイワイした感じが女子高生とか。ネプチューンアイドルだったね。あの番組の中でアイドルって、だからちょっと邪悪なお兄さんですよね。ああ、そうそうそう。でもあれももう何やっていいか分かんないから、ただちょっとしゃに構えてるだけで、本当はもっとこうワーッと行きたかったんだけど、本当はワーッと行きたかった、本当はワーッと行きたかったでしょ。でも行き方が分かんなかったね、表現の仕方がね。そう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 、しゃに構えてたから、一番最初にボキャブラよりも前はやっぱり俺ちょっと怪獣嫌いやったもん。ああ、そう、あの仲悪かったもん俺たちと抜群。まあまあ底抜けもそうだけど、一番最初はもう絶対ギャグやっても笑わない、そう、ずっとこう、やっぱりね、そんな感じでしたよね。あっちギャグ言っても俺らも普段こんなもうすげえ全身タイツが着てるくせに、先輩がギャグやっても全身タイツのやつが笑ってないからね。全身タイツで生きてる。18歳。こっちがやればこっちがこんな引いてて、俺らがやればクリームとか漫才師とかが引いてるっていう。喋れなかったですもんね。一番最初は爆笑さんと僕らもあんまり怖かった。お前らなんかと喋る気なかったしな、俺も。すげえ面白いな。すげえ面白い。ね、本当に俺はもう喋れなかったです。何でしたっけ？お前らなんかと喋る気なかった。すげえ面白いですね。
いや本当に爆笑さん怖かったんですよ。すっげえ面白いから、こうやって面白いからネプチューンを見る目が怖かった。ネプチューン、あ、ピーちゃんが、はい、あ、でもね、ネプチューンをちょっとライバル視してたから、うん、あの出てきてるから潰さなきゃみたいな感じがあったから、まあ、全員ライバルだったよ。でも排水の陣だったからね俺は、あの時。ああ、爆笑さんは、うん、当時はとにかく自己顕示欲の塊だもんね。まあまあそうですね。こいつとほら誰だっけな、泰造じゃないか、とにかくお猿がさ前に出、あ、お猿とお猿だと、そうそう、あのアニマル帝団のね、うん、あのお猿が、うん、まあいつがだからほら前に、前へ行くから、ね、今ねそんな芸人いないけど、うん、当時はだいあのカンペとかで誰が前ですとか言われてないから、うん、全員フリーだから場所は、うん、一番あれよ、あのこの後はボキャブラ天国ってやつで、うん、適当に並んでください、うんうんうん、の時後ろにね、必ずタモリさんの後ろ、ここら辺にお猿がいるから、あれ許せねえっつって、俺らギリギリまで腰持っといて、サビバイ2、1、キュッてサビてジャッキーチェーンの映画みたいなのドーンってワイヤーアクションみたいに、ワイヤーアクションみたいにサビキュッってお猿うおーって飛んでて、ナイスんだよ、ナイスんだよね、さってやってる二人でトンって幕を閉めてで、これ肘で溝落ちあらへんをずーっと押してずーっとやって なんとかお猿を出さないよ全然。でもそれやってるこっちからハウスかがやが行っちゃうし、またね、みんなワイワイ前行って、江頭とかもいたら、江頭さんも初期にいて、俺はほらここにこうは行ってるけど、ボキャブラは正直ずっと三軍だったから、いや僕はもうボキャブラは本当に何も一回もらって、座布団らしきものを一回もらったことない。そうだよね、あの頃まだ本当にやりたてだもんね、3年目とかそうだよ、ね、で全然ダメで、だからまあ上田さんはね、うん、ガチガチの恩人で、はい、もう太田さんはねボキャブラ終わった後いつも新宿のねサウナ行って行ってねグリーン、はい、でもあの当時ねまだ太田さんは仕事終わってから、うん、あの打ち上げとか行ってくれてたんです、うんうん、今はもう行けないね、うんうん、まあそういうね社会事情も含めて、うんうん、はい、家庭事情もあって、社会事情よりもっと大きな事情がない、ね、もっと全然大きいね事情があって、まあ、憲法があるんで太田さんちには法律や条例ではもう拭えない憲法があるで、その俺と西庵と爆笑さんかな、うん、で行った時に、俺はほらボケバラで一切受けないからどうしましょうって言ったら、いいんだよあんな別に出れって、バーでもうケツ出してバーでいいんだよ別に、あんな別にバーってやるのが大事なんだよ、くだらないことを思いっきりやればいいんだよっつって、それは俺の中で意外と、あそっかと、爆笑さんもそうなんだっつって、で分かったって言って、すげえなんか俺頑張ろうって、うん、でその次の週に行って爆笑さんがすっげえくだらないことを思いっきりやってどんずべりしてて俺あれ見て お笑いって難しいって思ったよ、ね、やっぱ難しいよこれはこれはちょっと違うかな、株価のチャートみたいなもんだから、今日と俺増したこうだから、なかなか需給バランスが合わない、これがでもあれでいいんだっていう、僕らの大僕テレビで見てた人なんで、なんかそれがすごい、僕はもう本当この二人にはもうね足負けて寝れないっていう、そんなでお前湯船でその話したと俺の顔面にこつけてそんな大事な話してる時に変わってない今いかにも感謝してるみたいなこと言ってたけど、その後俺が立とうとしたら見ようとするから違ういや 見るならもっと間近で見た方がいいし立とうとしたらうーってやって嫌がると思ったから、俺はもうそういうの許せないから、もうそのままつかなくてガッサッとこうやってこんな感じでもうこういうやつでもうずっと。